こんにちは、平山茂です。今日は10月20日ですね、水曜日、現在お昼の1時43分を回っております。どうも皆様、水曜日、本日も一日お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、私はですね、今日はお休みでございます。ちょっとですね、先週末土日とかですね、いろいろ車で、今私は名古屋に住んでるんですが、大阪と京都の方にですね、ちょっと結構弾丸な感じで、下道でちょっとね、一泊二日の旅に、二泊かな、まあいいんですが、土日ね、ちょっと大阪、京都と行ってまいりまして、ちょっとね、若干疲れが溜まっておりましたので、今日はね、ちょっとゆっくりスタートで、もうこんな時間ですが、今日はね、ゆっくりさせていただきました。でですね、今日は何をしますかと、ね、自分にね、平山さん何するんですかって自分に聞いたんです。そうしましたらね、ちょっと大丈夫じゃないことがあると。そうおっしゃるんですね、平山さんが。まあ僕なんですけど、大丈夫じゃないことがあるんです。うん、まあ、基本的には大丈夫なんですが、ただちょっと大丈夫じゃないっていうのがね、まあこの先週のね、土日の旅もそうですし、まあちょっと遡るんですが、3月にですね、ちょっと福島の方に、競馬でね、一人旅行った時に体感したことがあるんです。それはですね、寒い。どういうことかというと、車中泊をね、私するんですけれども、特にね、装備を何も持ってないんです。ただ、軽バンの後ろの空いたスペースにですね、家の布団を敷いて、ただそこで寝るというだけなんですけど、ちょっとね、この3月の福島も、ちょっと夜、凍えて死にそうになりましたし、この前の、まあ、土曜日ですね、ちょっと奈良県の方で一泊夜したんですけれども、もう寒くてですね、ダメだな、これはと。ちょっと前振り長いですけども、なので今日はですね、寝袋を買います。寝袋ってなんか僕のイメージではですね、なんか、キュッて、なんか、寝れるんかなっていう、ちょっとね、イメージがありまして。だからあんまりなんか、あと、ま、ちょっと寝相がね、僕悪いんです。すごい動くんです。基本、横向きで、足をこう、こうやって寝たいんです。そうするって考えると、寝袋じゃちょっともう動きが制限されすぎて、寝れないんじゃないかと。そのようなね、ちょっと、いろいろ思うところもあるので、今日はちょっとその、僕の、この注文にね、答えられる寝袋がこの世に存在するのかと。ちょっといろいろ調べながらですね、これはいけるんじゃないかっていう寝袋があったらちょっと買っちゃおうかなと思っております。はい。そして今日はですね、僕の大好きなララポートに来ております。ララポート、東郷ですね。愛知県の東郷ですよね。はい。そこにね、確かアウトドアのお店があったはずなので、おっきい。そこでちょっとね、寝袋をね、もう全部見てやろうかなと。あと、静電気も嫌です。なんか、静電気ほんと嫌いなんです。パチって。まあ、ならないのかもしれないんですけども、なんかビニールな素材なイメージがあるので、パチッとかね、ちょっと嫌なので。まあ、もしね、ちょっと寝袋探してるという方は、ちょっともしかしたら参考になるかもしれないので、最後までお付き合いください。ということで、ちょっと行ってまいります。これもいい。シュラフって何？シュラフって。シュラフと寝袋は違うのかな？
こういうのいいですね。この横幅あるやつね。で中がこういうサラサラでしょ。最高じゃん。パンツ一丁で入ってもなんか冷たくないみたいなね。うわツルツルか。これはもう表も裏も毛布みたいな。これはいいね。これ綿みたいな。こっちはビニールだけど。スノーピークってのがすごい高いイメージあるけど、これは安い。これいいですね。これ安くないですか。5478円。シュラフってなんだ寝袋と違うのかな。こっちはお布団になってるんだね。これもセットになってる、ね、すごい。これはちょっと高そうだな。ちょっと場所取るね。これは収納にね。これだったらいいかも。安いよね。5478円。こういうのだとなあ、ったかいんだけどなんかなんだかな。スノーピークは高いか。こっちはコールマンですね。コールマン、だいたい欲しいやつはでもだいたい同じ値段ぐらいですね。だいたい同じ感じ。すげえ横幅とかあるやつだと1万円ぐらい。種類もいっぱい。あ、いいね。ここに一応こうやってチャックも外せるんだね。これは布団だね。もうもはやこれ、あ、そうか、これだとちょっとちっちゃいか。これは素晴らしいね。すごいね、コンパクト具合が。これもやっぱ登山とかする人だよね。9339円。ちょっと高いですね。これはね、イグニオさんが出してるのね。いらっしゃいませ。あ、ちょっと高いな。この辺はこれはまさにですね、寒冷期の車中泊に最適。エンジンを切っても安心快眠。これはね、横幅すごいですよ。これもいいな。ほら、あ、何、もしかしてこれ真ん中でピューってチャック外したらシングルシングルになるってことですか。これそういうことですか。これはすごいですね。ちょっと高いな。ちょっと高い。悩むな。さあゲットしました。アルペンアウトドアさんでね、いろんなブランドさんの売ってたんですけれども、私はこちらですね。よいしょ、もう見えてると思いますが、コールマンさんのコージー富田をいただきました。
いやー、これね、5980円ですね。はい。横幅も84センチの横幅があるということで、で、中がちょっとね、この、なんていうんですか、起毛というんですか、ちょっとこう、肌が冷たくないというようなやつですね。なんか、スマホ用のポケットも入ってて、丸洗い。連結も可能できちゃう。で、キュッと収まるよと。これを買ってきました。これでもういつでも、凍えることなく、車中泊できます。嬉しい。じゃあ早速寝ましょう。こんな感じですね。開けると。全然いいですね。ここを緩めて、ヒューッと緩めると、シュッ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 と出てきますよ。生まれます。よいしょ、来た。で、これ、ここがちょっとこう、何ですかこれ、カモ？鳥さんですね。僕の大好きな鳥さんの柄でございます。いいでしょう。中は、こういうね、オレンジ色の。そして、多分冷たくない。そうですね。つるっとしたビニールではないです。生地という感じの作りです。表面も裏面もね。で、こういう感じで、チャックを開けて。よいしょ。よいしょ。このアングルでそのままいけますかね。靴は脱いで。よいしょ。これが、こんな感じですね。よし、これを、これがまだ今半分。あ、ここで結んでね。あ、結んでじゃなくて、クリップみたいので、プリンと外すと、こういうことですね。こういう感じになると。で、もちろんここにチャックがついてますね。チャックを全開にする。で、さらにこっちの足先の方も全開にすると、もう、言ったら一枚のお布団のようになるわけですね。はい、このように、一枚のお布団のようになります。さあ、それでは。どんどん入れていきましょう。入るんでしょうか。これで、このアングルで大丈夫ですか。さあ、すっぽりと。ちょっとすでに暑いですが、足元からジッパーを。はいっはいっはい、今完全に体が収まりました。大丈夫ですね。ああ、本当はもっとワイドの、なんか家族でっていうね、家族で入れるよっていうぐらいのやつも欲しかったんですが、ちょっとね、予算的にこの6000円ぐらいが限度だったので、これになりましたけど、あったかいな。てか暑い、ちょっと暑い、暑い暑い暑い。ああ、もう、俺があれば、大丈夫だ。そう、大丈夫ってことが言いたかったんです。もうこれで大丈夫だ。よし。いやー、素晴らしい。コールマンの C5 はこれ何ですか？この型番でしょうかね。いやー、いいですね。熱っ。最低0度のところでも、生存は可能ということで、これであれば日本の冬は越せますね。内側の生地はこんな感じで、スマホ用ポケット、スマホ用ペット、これは使わないかもしれませんが、こんな感じでございます。さあ、ちょっとね、あの車の中でやったのちょっと伝わりにくかったと思いますが、またね、実践したですね。また、
また実践でね使う時が来ると思いますので、その時にまたレポートしたいと思います。はい、いやー大丈夫ですね、大丈夫、これがあれば大丈夫。さあちょっとね、参考になったかは分かりませんけれども、もし、冬場、まあ、車中泊以外でもですね、こういったキャンプで使えるこういったねシュラフと言うんですか、これは寝袋、参考になればよかったなと思うんですが、いかがだったでしょうか。今回はこういったね、ちょっと寒いからこういうの欲しいということで、私、まあ、車中泊がねメインなので、こういったものを今回買わせていただきました。またちょっとね早く車中泊がしたくなりました。はい、ちょっと早めに来月あたりにねまた車中泊する機会があると思いますので、またその時ぜひ、ご覧ください。また袋に戻すのめんどくさそうだけど、まあまあ大丈夫ですね。お、入るかいこれ、袋にまた入るかい、どこ届くかい、ほらちょっと無理あるぜこれ、限界まで伸ばそう。一応パッチン受けましたね、一応パッチン受けました、なんとか袋に帰ってきました、なんとか。ちょっとねあんまこういうアウトドアとかね得意じゃないんで、テントとかねタープとかもね畳むのによくわか、不器用なんでよくわからないんですけど、まあ、なんとか袋に収まりました。いやー大丈夫だということで、今日はこの辺りで終わります。ご視聴ありがとうございました。寝袋があれば車中泊は大丈夫、そして皆さんも大丈夫ですからね、ということでおやすみなさい。平山茂でした。また明日、ありがとうございました。暑い。